今戦の私たちが勝利に値したのかどうかははっきりとわからない。試合終了直後、フランス人の知人から少々控えめながら日本の頑張りを称えるメッセージが届いた。画像、身長細部、1 7 2センチメートル河村勇輝 v s 2 2 4セントルウェンバニ山、やはり、触ってなかった、疑惑のシーン、八村退場の決定的瞬間、何度も見たくなる。 大金星、寸前だったフランス戦を全部見る、100枚帳。男子バスケットボールの日本代表が7月30日、開催国フランスとのゲームで見せたパフォーマンスはそれほどに見事だった。フランスの、苦戦、ではない、優勝候補の一角に挙げられた欧州の強豪と真っ向から渡り合った日本は、前半を44対49と射程圏内で折り返す。後半も八村塁、 河村祐希、渡辺裕太、ジョシュ・ホーキンソン、渡辺比喰らの優れたプレーで NBA でも実績ある選手たちを多数擁するフランスと一進一退の攻防を続けていった。日本がそこまでフランスを追い詰めると思った関係者は世界にもほとんど存在しなかったに違いない。1999年から19年にわたってアメリカでキャナルプラスバスケットニュース の記者として NBA を取材し、現在もフリーランスで顕筆を振るフランス人記者、パスカル・ジバン氏もその奮闘に驚かされた一人だ。日本はチーム全体がいい動きをして、賢明なバスケットボールを展開していた。バスケ IQ が高く、しっかりとコーチの指示を徹底しているという印象だった。また、河村と八村の呼吸があっており、この二人が核になっていた。 フランスが勝てたのはラッキーだったと思う。フランスが本調子ではなかったのは事実だろう。身長224センチメートルのビクター・ウェン・バンヤをはじめ、ルディ・ゴベア、エヴァン・フォーニエ、ニコラス・バトゥームといったビッグネームを抱える開催国代表だが、ケミストリー不足か、日本を少々軽く見ていたのか、なかなかペースを奪えなかった。しかし、ジバーン記者はいませんは、フランスの苦戦。 ではなく、日本が良かったゲーム、だと断言する。フランスの選手たちはコーチ陣のスカウティングレポートを尊重する姿勢が見られず、この試合前からいいプレーができていなかった。五輪前の親善試合でも、ドイツ、セルビア、カナダ、オーストラリアに敗れた。ただそれらをすべて考慮した上でも、今回は日本の上質なバスケットボールをまず褒めるべきだと考えている。 日本代表で印象に残った選手を訪ねたとき、最初に地盤記者の口から出てきたのは八村の名前だった。FG 成功率62.5%、16分の10、3ポイント成功率60.0%、5分の3、で24得点をマーク。日本のエースは中長距離の両方で力を発揮し、実際に面白いように得点を重ねていった。 ディフェンス面ではウェンバン山のマークも任されていたことを考えれば。